皆さんこんにちは、スタラ GG の大久保さとみです。私は今ソニーインタラクティブエンターテイメントのブースに来ています。早速ブースをチェックしてみましょう。行きましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、丸ボタンを押してスタートしていきましょう。で、新しく始めるからです。はい、丸で大丈夫です。で、今回遊んでいただくのは東京ゲームショー用にゲーム本編から切り出された漁港というですね、街をプレイしてもらう感じになります。で、ここの、舞台がですね、このデンスカっていう街なんですけれども、見ての通りすごく廃れてしまっている街なんですが、この主人公のアッシュが昔住んでいた街で、その頃はこういう非常に賑やかな街だったんですけども、今はこうなってしまったと。で、今この背中に背負っている魔法の筆というものを使って街中をどん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 ペイントすることで街をきれいに明るくしていくっていうのが大きい目的になります。じゃあまっすぐ進んでいってみましょう。はい、操作はシンプルなアクションゲームになってますね。で、そこの右手を見てもらうとですね、壁にこういう電球がいっぱいついてると思うんですけども、ここにこのアッシュの魔法の筆で絵を描くことでどんどん明かりがついていくと。これだけで星空がちょっと出てくると。で、あとはもうアイコンを切り替えればどん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 好きな絵が、これだったら草なので下の方をわーっとやってあげたりとかすると、はい、それだけで草原がすぐに出来上がると。はい、もう本当に、はい、綺麗になりました。すごい綺麗。自分の描いた絵が今、そうですね、自分が描いたのがもうそのまま残って怪物も喜んでくれてると。そうするともうこの一帯が綺麗に明るくなりましたね。すごいキラキラしてて綺麗です、ね。そうですね、光の表現が、そう、まさしくそのネオンっぽい、いつもの我々が目にしてる光っていうよりもちょっと柔らかい優しい色合いの明かりですね。今あちらのステージではデスストランディングのステージイベントが行われています。ゲームクリエイターの小島秀夫監督が登壇し、日本語版声優4名とのトークショーが行われています。見てください、このお客さんの数。現場で丁寧に丁寧に撮っていくんですけど、須田さんですね、もう一回やらせてくださいって。そうそう、スタジオの人がびっくりするぐらい、こんな人いたのみたいな。で、キッコさんもです、はい、もうなかなか終わらないと。すいません、私僕が OK 出してもずっとやってるという。一回津田健君が、はい、アメリっていうセリフを、はい、アメリ、あ、すいません、もう一回やらせてください、アメリって何十回も違う、これこのアメリじゃないとか言いながら津田君と多かったので、はいはい、体感させていただきました。こだわりがすごいです。はい、今一度人とのコミュニケーションのつながり方を、ゲームを通して、体感してもらって、より人のことを、世界、社会のことを、思いやれるような世界になればいいかなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。東京ゲームショー2019の公式アプリではこの他にも各ブースの動画を配信していますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ソニーインタラクティブエンターテイメントのブースから大久保がお送りしました。